こんなヒューマロイドですけども、おすすめの曲教えてくださいってことなんですけど、これ難しいね、一人ずつパパッといこうか。いいよ、うん、じゃあなお、僕クラブキリング、クラブキリング、なおさん曲ですね。そう、なぜなら一番変な曲だから。次じゃあレイだね。はい、じゃあ僕は自分が作曲したリンカネーション、レイカネーションではないですよ、いざリンカネーションこれはですね、もうライブでこう女の子だけじゃなくても男の子が聴いてもかっこいいと思える楽曲にしたくて、作った楽曲です。まあ、ライブでもこうみんな、なんだろうな、普段うっぷん溜まったものを全て剥げしてくれたらなって思っております。ライブ楽しみにしていてください。はい、カナミ。はい、難しいですけど僕は1999、1曲目に入ってる1999ですかね。このヒューマロイドを、作るにあたって一番最初に作った曲がこの1999という曲ですね。もうすごいエレクソロで、とってもロックで、とってもキャッチーな、このアルバムのコンセプトの根幹とも言える曲なので、ぜひこの曲を爆音でかけてからこのヒューマロイドを最後まで聴いてほしいなと思ってます。マユ。はい、そうですね、3曲目のパラダイスロスト、もうライブでも激しいし、このね、開けた世界観の中、強く前を向いて散っていく男の話を受け止めてほしいなって思います。そうだね、ちょっと日本語だからやっぱりちょっともしかしたら難しいかもしれないけど、前台湾にライブ行った時もすごくこう日本語で歌ってくれたりね、きっと伝わるとやっぱ信じてるんでね、ぜひ楽しんでもらえたらなと思うんですけども、